ラシュスコ部局は、レオシュ・ヤナーチェクの成熟期の幕開けを告げた作品である。1888年から1890年にかけて成立した。当初は、バラシュスコ部局と題されていたが、後に、現在のように解消され、作品の由来となった地域、ラシュスコを特定することとなった。この曲集のうち、最後の2曲を、ピアノ独奏用に編曲し、 さらに1892年頃に新曲エイダナイを付け加えたものがピアノ曲集三つのモラビア部曲である。昔の踊り第一番は陽気な三、四拍子に始まるが急に変化して第一バイオリンの奏でる最初の旋律が導き出される。この旋律はラシュスコの二つの部曲、回旋する踊りとリーボンの踊りに基づいている。開始の旋律の後、 リボンの踊りの後半で曲はに4拍子のアレグロになる。この効果が何度も何度も繰り返されてダンスが終結に向かっていく様を描き出していく。祝福の踊りではヤナーチェクの霊感の由来がどこかを見定めることができる。開始主題が演奏されると楽章全体を通じて繰り返される。これはあらゆるモラビア部曲に本質的なものとみなされていた特徴なのである。 吹後語は、仕事中の鍛冶屋を描き出しており、氷白は熱した鋼鉄に振り下ろされる追を模写している。この作品もまた先立つ、仏曲以上にかなり加速し、アレグロに始まるが、プレスティッシュもまで早まっていき、熱気のこもった、真剣な作業を示唆するのである。昔の踊り台2番は、還元落法や雰囲気、処方において、ドボルザークの影響が明瞭である。 戦律そのものは、バルト種の採布した戦律であるが、開始の部局に似るように、いささか手が加えられている。この部局は、開始の部局に比べて随分と遅く、終始一貫して、一定の速度を保って、優雅な曲奏を維持し続けるのに役立てている。チェラデンスキーは、ヤナーチェク自身によって、形式や表現だけでなく、様式においても、 典型的なチェコ部局に厳密に属するものとみなされていた。開始の主題が曲中を通じて反復される形式が再び利用される。曲が進むにつれて最初の主題は第2の旋律に次はぎ,ぎされ、それから2つの別々の旋律が乱闘に加わって明るく生き生きとした集結部に到達する。最後にノコギリは農民が不予支度を急いで、 すっかり薪木を切り倒して集めなければならない様子を表彰している。このフィナーレはまるで別々の3つの部分から構成されている。すなわち、第1部、アンダンテコン元が開始の主題であるのに対して、ピューモッソと記された第2部は陽気でおどけたダンスである。曲は加速していくが、最初の主題に戻って、テンポも元通りになり、締めくくりでクライマックスを築き上げることになる。 ありがとうございます。